線出し続けることでこう自分のペースを掴んでいったっていうか、卒業しよう、うん、できる時には卒業しようと思ってるんですけど、ずっと出すものではないと思っています。まだ自分の中では、うん、チャレンジしていきたいっていうものがあります。たくさんもっと見て勉強してこう吸収していかないとダメだなと思ったし、やっぱこもってるだけじゃダメだなっていうのはすごい実感して、そういうなんていうのかな、人と接する機会もたくさんあるし、その、まあ、受賞した人の作品を見てまた自分と照らし合わせたりとか、そういうのはやっぱりすごいいいことだと思います。掲載でそういうので学んできたかなって。審査員の方とかもこう、まあ、豪華な審査員で、まあ、現場をすごい知ってる方たちがいるので、業界のことを体感できるっていうか、やっぱ意識が高く なりました。いろいろこう芸者に出すことで、まあ、現場の空気をこう見て学んで、高い意識でやっていかないとそのままだし、自分が成長できる場っていうか。でもだん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 面倒くさがってこういう風にやるんじゃなくて、だんだん書き始めてきたんだ。はいね、それは成長だな、昔を見ると。ここら辺の気持ちがいいよ、すごく。はい、丁寧。芸祭でいろんなことをこうチャレンジできる場でもあるし、たくさん出会いがあるので、なんか次へのチャンスにつながったりとか、そういう、まあ、学習できる場っていうか。